北さん、今というかリビングルーム的なところに入ってきてみ。はい。いやもう刀が、なつめっちゃおるやん。こいつらの家になっとるやん。やば。しかも出れてないやん、こいつら。アホやからね。アホやね。そんな自然湧きすんの、こんな中。ね。やばいね。じゃあ部屋作るにしてもどのエリアが欲しいかやな。北さんどれがええ部屋、この3部屋のうち内見してください。1の部屋、あー正方形ね。そう、ちょっと柱があるんだね。そうやっぱね、隣をちょっと意識しちゃうよね。しちゃう。まあとりあえず10点中の、そうだな、まあ5点ってところかな。あー結構低い。あー、次にいいの部屋かな、やっぱり、ね、あ、ここいいね、正方形だよ、ちゃんと四角いね。ここは四角いんだよ。ここは四角いね、いいね。いや、しかしね、君これどう思うよ、この入ってすぐのこの、何畳？ああ、やっぱこう、なんだろうな、いいよね。え外で、こう、ね動いて帰ってくる、うん、帰ってくる。あ、めっちゃ眠い、やばい、めっちゃ眠い、あー、ドアが遠いぐーみたいな。なるほどね。あー、ここで寝ちゃう可能性あるよね。あー、なるほどね。いや、ここはでも得点高いよ、やっぱり。なるほど。3点かな。あー、低いわ、低くなったわ。ほう、これはまたまた違った部屋になってるね。そうなんですよ、L 字と来たか。そう、L 字です。なんかこの部屋のなんかいいところみたいな、ちょっとセールスポイントみたいなある。ここを寝床とする。ここ。たときに、やっぱこう寝床とそれ以外のスペースでやっぱ区分けできるね。がっつりちゃんと。他の部屋と違って。ほうほう。このね、秘密基地スペースみたいなところね。そう。なるほどね。まあただこの部屋狭いね、やっぱね。狭いよ。狭いね。では発表しようと思います。はい、僕が選んだ部屋は3の部屋です。あれ、 L 字にしとるやん。正直に言うとですね、はい、先ほどのここにベッドを置くという案がとても素晴らしすぎた。なるほどね。セールスポイントがとても良すぎた。外出てきて、すげえ、何これ、すごいっしょ、すごいね。わーい、いやわーい、すげえ。右クリックしてみ、こう乗せて、おーやっちゃうのお兄ちゃんか。すげえ。そう、こいつの上乗れるのよ。すげえな、これ。じゃあ各自お部屋お披露目会。イエーイ。じゃあまずは上がりまして正面。正面。モンスターの部屋。モンスターの部屋オープン。うん、てってれー。おお。やばいねこれ。やばいね、しびれるわ。最字幕でダンボール柵って書いておかんなこれ。なんとこのシュルカーボックスを開けるといろんなものが入っています。いい釣り棒持ってるな。盗み放題。やめろ。耐久宝釣り入れ食い。めっちゃ買いたかったらどうぞ。そういうやつですか。はい。じゃあ先に僕の部屋やな、これは。オッケー。ガッチャン。ガッチャン。おお、すごい。入れない。すげえ。いいね。すげえ。何これ、すげえ。入りまして。そう。何このタイル、すごいね。そう、こういうタイルをね。置いてみたんよ。作れるんだ、こんな色のタイル。そう。なんか鍛冶屋みたいだね。でこうなんかこう鬼滅っぽいものを置きつつ、絶対実験してるよね。鬼滅っぽいものを置きつつ、鬼滅っぽいものを置きつつ。人体実験してるね。村人おる。いや、可愛いやこれ。可愛いこれ、なんかマスコットみたいな。布団もしてるから。布団もあるし。なるほどね。てな感じ。すげえ和風ですね。和風、まあ和室やからね、和風に仕上げんと。も
ちさんの部屋が祭壇、だまりさんの部屋が和風っていう、ね、そうそうそう、そういうコンセプトやから。ガチャン。ガチャン。うえ。あ。え？あ。ひどい。出ちゃった。普通に壊すよ。あ、上登れちゃう。ちょっと待った、後にしよう。あ、いや、こっち行こう、こっち行こう、先こっち行こう。あ、先そっち？あ、先こっち。こっちはちょっとあの、まだまだちょっと屋根裏に通じるようにしたっていうだけで。あら、いいです。ピストン、ね、ピストンが見えるな。見ないでください。いける。そう、いけるんです。おお。ここにいけるんです、そう。そう。何もないんです。ないんか。何もないんですよ。あら、なかった。マイクロステーキ先輩が入ってるんですよ。なんだよ、これ。パンで囲っとくね。これは面白い。行き来自由っていうね。閉じ目にもしたけど。この裏にはサイコロステーキ先輩が眠ってるから。そう。ってな感じやな。例えば、その裏作業状況を言ってなかったから、それもちょっと動画的に紹介しておかないと。あ、そうだね。拠点に門ができましたと。おお、すげえ。お屋敷ができ、門ができましたと。もう飛び越えられるね、こうやって飛び越えられるね、そう飛び越えられるよ、これただいまっつって飛び越えちゃダメでしょ。で、裏には池がありますと。なるほど。さっきも泳いでますと。で、入りまして、入りまして、まあ、この辺に刀とね、あの鉄器術がまとまってるよと。なるほど。で、階段下は倉庫です。おお。前より一応容量アップしてるからね。本当だね。で、廊下には刀が飾ってあると。風流で、もつさんが作った台所。おー、ここにしか、かまどはここにしかないんで、焼くんならここで焼いてください。そうね、かまど1個しかない1個しかねえのこれ何？どれ？これ。あ、それパン焼くトースト。あ、トースターね。うん、あのね、そのパンをスライスできるのよ。おお、入った。あ、ガチャン入った。かわいいっしょ。焼いてんの今。うん、できた。ああ、トーストでーす。おー、うわー、なんか質量アップしてる。すげえ、回復量上がるよ、それだけ。一気にできたやん。あれな、遅かったのにあんな薄いパンから一気にできんの。じゃあここ飾っとくかっていう感じで、家がだいたいいい感じに出来上がりましたと。お、ちょっと紹介でした。